皆さんこんにちは、ピアニストの森本舞です。今日はグリッサンドについて解説していきたいと思います。皆さんグリッサンドは、ご存知ですか？いわゆる鍵盤をこう滑らせるやつですね。でグリッサンドは演奏効果が高くて、そして、見た目にもかっこいいですよね。だからぜひ、ご自身の演奏に取り入れていただけたらと思うのですが、今日の動画ではまず、グリッサンドをどういう風に弾くか、もう基本的なところをささっと解説して、曲の中で具体的に説明していけたらと思います。でじゃあ、基本的なところね。でグリッサンドはやっぱり滑らすっていうことだから、音が一つ一つがさ、こうポン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 っていうわけじゃなくて、こう一つの流れで弾けるといいですよね。でそのためにはまず、じゃあ上行形からいくね。上行形は、こう手の3と4をなんとなくこうくっつけるようなイメージで、なぜならそれ高いから、高いっていうのはね、ここ高さが上がってるから、やっぱりこう長い指が触れるから、だから3と4いうぐらいでこうこの甘皮のところを、ね、甘皮のところをこう当てるようなイメージで、まだグリッサンドに慣れてない方はね、多分一個一個弾こうとするの、なんかこういう感じで、なんか一個一個じゃなくって、やはり先ほども申し上げたように滑らすっていうイメージだから、当たるのはここなんだけれども、手の甲をもう本当に鍵盤と向かい合うようなイメージで、で弾けない人の特徴はね、この指だけでなんかこうって持ってこようとするんだけど、このグリッサンドもこの肘とか腕が手を持ってくるようなイメージだから、グリッサンド弾くときってここら辺をね結構意識してるよ。そうで、こういう風になんかね、手の肘の動きでこう持ってくると本当になんか脱力して楽に、そして結構かっこいい音で弾けるんですよね。で、戻りは、戻りには結構ね、いろんな人がいて、私はね、こう弾いて、このまた裏返して、こう爪でここら辺で、で帰りは2-3がいいな、角度的にこうだから、こうじゃなくてこうだから2-3で弾くんだけど、帰りは例えばこの親指だけで弾く人もいる、わかる？親指だとこういう風に弾いて、どうってこのままなんですけど、私はやっぱね、1本より2本の方がいい音が出るし、しかも安定感があるから、私はもう行きは3-4、帰りは2-3で弾くことが多いです。でさらに言うと、この指のね、腹を使う人もいる、こう帰りもなんですが、これ結構慣れてないと痛いと思います。しかもやっぱり指の腹だから、その爪ほど硬くないですよね。なのでフォルティシモって出にくいかも。ただエレクトーンとかね、そういうすごくピアノが軽い電子系の人は、また違ってくるのでご注意してくださいね。そうで、あともし例えば、そうだな、一つの音から行って次の音に終わるっていう、もう明確に楽譜で示されている場合は、例えばドーって弾いて、弾いた後ひっくり返して、その音の前で切ってポンってやるって感じですね。正直ね、そんなに難しくない。ただ慣れないとダメですので、なんかこう適当に遊んでみてはいかがかしら。では、曲の方に入っていきたいと思います。ではリストのハンガリー教師曲の第10番を取り上げていきたいと思います。これ、89小節ぐらいから、ずっとね、グリッサンドの、ね、曲なの。私これ大好きで、本当にね、ピアノっていいなって思う、弾いてて。じゃちょっとだけやってみるから、グリッサンドがどんな感じか、ぜひ聞いて。こういう感じ
ここはねビバーチェで、ビバーチェってプレストより早いね。で、ピアノなの。だからさっき、基礎で言った例えばねコミファーからラーでいて、でもレに戻る、つまりもう元々の音がミファーラーレって決まってて、その間をグリッサンドがスルスルといくような感じなのね。でこういう場合はピアノでなんかこう繊細な感じが欲しいでしょ。そういう時はさっき基本的に私息は、3、4でって言ったけど、私はむしろ3、1本でしか弾いてないよ。なぜなら繊細さが出るから。帰りも2本、2だけで、そしたら今度はさっきよりもファーラーラーよりも2回目で幅が広くなった。だからその時の向上心というか上方形はグッとエネルギーを入れたいから、じゃあ次は3と4で弾いてる。つまりなんていうの、音楽に合わせてやっぱりその、手を使うところとか、あと角度ね、つまりミータラーは短いから少しトト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 って感じのグリッサンドが弾きたくて私は。でその次のドからミの時はちょっと勢いつけて弾いてる。となると1回目のミファーラは結構縦気味に弾いてるの。縦気味だけど、その次のところは結構この肘を使って寝かして弾いてる。だからぜひあのグリッサンドといえど、その場所その場所で音楽的に使っていってほしいな。そう、じゃあ今度はね、今ってさあの完全に1個ずつだったでしょ。でそしたら今度は2つの音でのグリッサンドっていうのをご紹介したいと思います。でとりあえずじゃあその重音のところをどういう感じかって、ちょっと弾いてみるね。このところを、わかるかな？今、たまたまカメラが左にあるからあれなんだけれども、ここってね、レラ、あ、下から言おう、ラレをこのまま、わかる？これでこう弾いてるの、こう。つまり今までってこうだったでしょ？それをまさかのこう2個攻め、これがテラメル。世の中にはこういう曲があるんですよ皆さん。すごいですよね。私この曲弾いたの高校生だったんだけれども、この楽譜見た時に、え、何何これどうやって弾くのって本当に思いました。なぜならグリッサンドって一つだとって思ってたのに、これをこの和音でね片手でやるんだもん。でその次が今度は3度つみどみ3度ね、次も3度、これ連打。そう、連打は私得意だから、うん、そうこういうの弾けるんだけれども、そう今の分かりました。でこの曲を弾く人って、まあ、結構少ないかもしれないんですけども、こういう場合は逆にさっきこうやって寝かせるって言ったけれども、この場合はね、そんな寝かせない、寝かせずにこの肘で右に持っていくんだけれども、その時にこのまま3をね、ちょっとこう中に出るようなイメージで弾いてる。こうなんかこうじゃなくて中に出るような、なぜならここが滑らせるから、これをイメージしてそのままこうね、こうすごく面白いですよね。そうで、世の中にはこういう奏法っていうか、こういう面白い曲もあるんです。そうだからグリッサンドグリッサンドって言って思われる方ね、いらっしゃるかもしれないですけれども、本当にねどんどんね、なんだろうな、ピアノの奥深さ面白さに、気づいていってもらえたら嬉しいなと思います。ではじゃあ次ね、次は、例えば今こうやって楽譜に書かれてあるのを今弾いてきましたよね私。でそうすると
むしろ楽譜に書かれてなくてもグリッサンドで弾くことがあるんです。で、例えばピアソラのリベルタンゴ、わかりますよね皆さん。で、リベルタンゴとかって別に、なんていうのかな、もう本当に即興的な、本当にね、魂の、なんていうのかな、魂の、まあ、ちょっとラヴェルとかリストとはまたちょっと違う音楽なので、派手さとか興奮さを、なんだろうな、グリッサンドで別に楽譜に書かれてなくても弾くことが私は多々あります。じゃあ、どんな感じか、リベルタンゴ知ってます？ちょっと弾いてみますね。こんな感じで、今のだと、別にその何て言うのかな、楽譜に書いてないんですよね。なんですけど、やっぱりそのグリッサンドっていうのは、その自由で、そしてその演奏効果、そして音楽家のエネルギーがこの爆発するようなところに自由に入れるっていうのも、グリッサンド奏法の本当に醍醐味っていうか、いいところですよね。ですので、ぜひ皆さん、自由にグリッサンドを音楽表現につなげていってもらえたらと思います。で、今回は3つの曲を取り上げて例に出しましたが、この3つともね、それぞれパターンが分かれていて、分かりやすかったかなと思います。そう、今日はこの辺かな。で、私のレッスンをご希望の方は、私のホームページのレッスンページの詳細をご覧いただきまして、お問い合わせよりメッセージを送っていただけたらと思います。皆さんそれぞれ、メッセージにね、熱い思いを書いてくださって、で、私も本当にその気持ちにご協力したいと思っています。例えば、本当に練習しても何かが違う、本当に変な癖があってどうしても直せない、上手くなりたいけどどうやって上手くなったらいいかわからない、で、皆さんそれぞれ立場やそれぞれのご事情があるとは思うんですけれども、勇気を出してメッセージを送ってくださった方には本当に私はご縁を感じて、一生懸命ご協力させていただけたらと思っています。本当に上手くなりたい人、熱意のある人は、レッスンをお申し込みいただけたらと思います。そして、私のブログ、インスタ、ツイッターなど、ぜひフォローをお願いできたらと思います。皆さんのピアノ上達に、プラスになることを発信していけたらいいなと思っております。そう、結構3曲ちょっとしか弾いてないけど、やっぱり若干ここ痛いですね。ちょっと赤くなってるね。グリッサンドを楽しんで演奏する際には、どうぞここ怪我しないように、加減して弾いてくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。動画をご覧くださりありがとうございます。もし少しでも役に立った、また見たいなと思ってくださる方は、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録も大変嬉しいです。コメント欄にはご質問や感想などを受け付けています。ぜひお気軽に書き込んでください。お待ちしています。それでは、森本麻衣でした。